相模大塚駅は、神奈川県大和市桜森3丁目にある、相模鉄道本線の駅である。駅番号は、SO15、神中鉄道相模大塚駅、島式ホーム1面2線を有する京城駅。駅舎北側に、電流線を備えるとともに、大和側の透明高速道路を渡った先に、事業用車用のホームを備えている。電流線は、 ホーム側より3から11番線となっておりすべて重量編成に対応している。2021年3月13日現在、日中時間帯は平日と休日ともには最大4本留置されており、平日は1本が8両編成でそれ以外は重量両編成である。なお、平日は重量編成全編成と休日は重量編成のうち2本は JR 車である。 深夜大白は10両編成8本、8両編成1本が設定されている。階層はすべて柏台、または海老名四十儀である。電流線では2014年以降、相模鉄道のマスコットキャラクター、ソーニャンの誕生日である3月10日前後の日曜日に、ソーニャンバースデーフェスタイン相模大塚が毎年開催され、新旧ソーニャントレインの撮影や総鉄グッズの販売。 ソーニャンとの撮影会などのイベントが行われる。また、これまでに、さよなら赤帯キュート総撮影会員相模大塚や、総鉄オリジナル鉄道コレクション新7000系、先行発売会新7000系車両撮影会、9000系リニューアル車両デビュー記念撮影会員、相模大塚、2万系の新型車両デビュー記念撮影会員相模大塚と、いったイベントも開催されている。 かつては、相模屋側に、米軍厚木基地への引き込み線が設置され、同基地へのタンク車連結貨物列車用に使われていた。2008年春頃に、ホームと改札内コンコースを連絡する、エレベーター及びエスカレーター、改札外コンコースと、駅前広場を連絡するエレベーターが設置され、同時に案内サインも更新された。また2012年に、待合室を設置し、 2017年には行き先案内表示機が設置された。2021年には米軍厚木基地への引き込み線のほとんどが撤去された。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通り。北口バスロータリー駅名は開業時の所在地付近にあったとされる相模大塚古墳に由来している。ありがとうございます。